はい、今日の紙の小さな博物館はチラシのナンバー8です。よろしくお願いします。では始めます。夏への扉、君のいる未来へ、山崎賢人主演で、これロバート A ハインラインの名作ですよね。でも僕にとってのこの夏への扉のヒロインは美少女なんですよね。で、これは清原かやですかがヒロインやってて、ちょっと大人すぎるんですよね。はい、バイロケーション、くだらない映画ですが、これね、2作同時公開なんですよね。なんかちょっと結末が違うらしいんですよ。でも片方しか見なかったです。はい、映画ちびまる子ちゃん、イタリアから来た少年。これね、おじいちゃんとまる子が結構いつも一緒にニコイチで活躍するのが結構好きです。相棒劇場版3、はい、これ確か成宮くんが相棒の時ですね。成宮くんっていうと、もうどうしてもガーシーの暴露に繋がっちゃいます。はい、ボルトです。ファーナス、決別の朝です。はい、これ見た覚えないな。はい、ゴジラ、デザイン違い、世界が終わる、ゴジラが目覚めるです。はい、ヒルビリーエレジー、郷愁の哀歌です。まあ、いい映画でした。はい、ピーピングライフ、これちょっとまあテレビで見るぐらいがちょうどいいんですけど、まあ面白かったですよ。はい、シラノとベルジュラックに会いたい。はい、ダニエル、ブレイブ、群青戦記、マッキンヨですね。やっぱマッケンもガーシーで思い出しちゃいます。はい、さらば全てのエヴァンゲリオン、新エヴァンゲリオン劇場版、これも何度も何度もいろんなデザインのチラシが出てます。はい、シグナル、坂口健太郎、これもなんかガーシーに暴露されてましたね。はい、魔女見習いを探して、お邪魔女ドレミですね。可愛いですね、みんな。はい、約束のネバーランド、浜辺美波、ガーシー。はい、宇宙戦艦ヤマトという時代、西暦2202年の選択、2202の総集編ですね。なんか うまくまとまってました。はい、ラブセカンドサイト、始まりは初恋の終わりから。はい、これはブリーチの、作者のバーンザウィッチ、綺麗にまとまった映画です。ナイル殺人事件、面白かったですね。はい、ミッションマンガル、崖っぷちチームの火星打ち上げ計画、3時間ぐらいの対策なんですけど面白かったです。はい、マジカルガール、美少女ものなんで見に行きましたが、ちょっとベリーショートで美少女とは程遠いイメージです。はい、エンドオブキングダム、エンドオブシリーズの続編ですね。イギリスが舞台です。面白いです。ジェラルド・バトラーかっこいいですよね。はい、探偵見たらいの実験簿、聖路の海、見たらい清志シリーズ小説僕大好きですけど、ちょっとこれ原作がちょっといまいちソフトな出来なんであんまり面白くなかったですね。はい、探偵オペラ、逆襲のミルキーホームズ劇場版、知りません。はい、ガールズ&パンツァー劇場版、最近ねテレビで10周年記念だそうで、やたらテレビでやってたんですけど、やっぱ傑作です。面白いです。特に最後ずっと続く戦いとか面白いです。戦車戦ね。はい、ヤマト2202、愛の戦士たち、世界が変わる、第6章改正編です。俺たちはベノムだそうです。1作目ですね、結構面白かったですけど、2作目がちょっとひどかったですね。はい、アクアマン、僕の元カノが、アクアマンみたいな男が大好きみたいです。かっこいいです。男臭いです。はい、ガンダムナラティブ、機動戦士ガンダム、そこそこ面白かったです。はい、スパイダーマン、ファーフロムホーム、はい、2作目ですね。はい、イナズマイレブン、映画化決定だそうです。最強軍団、王が襲来だそうです。はい、ダークフェニックス、これもちょっとね、新しいバージョンの X メンの最後を飾るんですけど、もうちょっとひどい出来でした。はい、ゴジラ、星を食うもの、アニメ版ですね。はい、劇場版、響けユーフォニアム、北宇治高校吹奏楽部へようこそ、あ、これも良かったです。はい、007、スペクター、劇場版ウルトラマン X、 来たぞ我らのウルトラマン。はい、続いてこれは、7の映画の、ポストカードです。はい、これなんだろう、天のサスケって言うんですかね、天のサスケって言うんですかね。はい、ちょっと見てないです。はい、最後、ラブライブ、ザ・スクールアイドルムービーだそうです。なんか
和風で、和風のコスチュームで可愛いですね。知らないんですけど。はい、以上です。